はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員、楠田亮でございます。夕焼け横丁豊川様、ご支援ありがとうございました。ありがとうございます。政治活動資金させていただきたいと思います。なんか豊島区内のですね、池袋署構内とですね、落合南長崎駅でですね、東南アジア系の若い外国人がですね、プラカード持って、私は留学生です。お金がないので、買ってください。なんつって、手作りらしきお菓子を並べて、売っているっていう通報がありまして、これね、一体何が入ってるか、わかったもんじゃないですから、絶対に買わないでください。これね、江東区各所、あと秋葉の駅付近、でも同様のなんかお菓子、外国人、留学生です、お金ないですが出没しておるいう通報がありました。所轄のですね、池袋署と目白署に問い合わせたところですね、池袋署さんは、そういうやつがいるって把握している、取り締まってますということで、一安心ですね。目白署さんはですね、把握してなかった、今後留意するということで、まあ取り締まってくれるみたいであります。皆様、外国人が路上で売ってるお菓子絶対買わないでくださいね。何入ってっか知れたもんじゃねえし、薬物ビジネスの入り口かもしんないんですよね。それなんか入ってて、なんか気持ちよくなっちゃって、続けて買いたくなっちゃうみたいな、そういう悪いあれかもしれませんで、絶対買わないでください。日本改革党の政策案なんですけど、義務教育に異性学を導入というのをちょっと考えております。まあ会見とかですね、男系皇室維持とかですね、それに比べたら優先順序的には低いですけれども、男と女を一緒くたにしたい左翼の逆が正解。ということで、あいつらあれだもんね、トイレも男女の別なく一緒くたにして勢いだもんね。まあ異性格、私が考える異性格ってどういうことかっていうとですね、女子生徒にはですね、男は不必要な危険なことをします、変に思わないでくださいとかですね、あと男の子にはですね、女の子の話は途中で遮らないようにとかですね。あとですね、まあキュウリ一本スーパーに買いに行くと言って出かけていった女子が2時間経っても帰ってこなくても、そういうものですとかですね。そこら辺教えないといけないんじゃないかなんて思っております。二階幹事長とともにアメリカ情報機関から中共の手先と名指しされている公明党北川和夫副代表、対中非難決議は文言について詰め、全会派賛成できる内容にしていかないといけないと発言しておりました。まあ要約するとですね、作成過程から関わって骨抜きのグダグダにするぞっていう宣言でしょうかね。共産党も立憲党も賛成できる中国非難、そんなの非難って言えるのかいう話なんですけど、共産党も賛成できる中共非難決議の文言、そんなのこの世に存在すんのかね、これ不可能じゃね、物理的に公明党もなんて思うんですけれども、まあまあ全会一致はなるといいなっていうだけで、そうはならないとはこの人も分かってるとは思いますけれども、まあ出来もしない目標を掲げる目的がですね、中共に対する忠誠アピールですかね。公明党さんの中共に我々は忠誠を誓っておりますよ、変わりません、非難決議出しますけど、もうしゃあなしでしゃあなしでやるんですよっていうアピールですかね。まあ公明の地方議員はですね、豊島区の公明党議員の皆様のですね、私の100倍は善良です。これはなんていい人なんだ、
っていう人がすごく多いです。私の100倍は確実に善良横島な人おりません、いないんですけど、まあ、あの公明党の方の上の方はいろいろ横島みたいですね。コロナを感染症2類からインフル同様の5類に指定変更にすることについて岸田総理、感染急拡大している状況で変更するのは現実的ではない、コロナ自体が変異を繰り返す特筆すべき部分だ、2類から5輪に一旦変更し、その後変異が生じた場合大きな問題を引き起こすと発言しておりました。つまりコロナは変異するからダメ、5類にしちゃった後に何かあったら大きな問題大問題になって嫌ということですかね。ネットの話すごく歯切れ悪いですね。丁寧な説明そして意味不明、保身ばっかだなこの人。岸田政権は動きが著しく遅い、言語明瞭意味不明、宮沢喜一の再来、そういえば同じ宏池会岸田派ですね、言語明瞭意味不明と、まあ地方議員の方に多いんですけどね。変異したらってそれインフルとかでも同じだろ、変異するからって理由なら永久に変わらんねえだろ、2類に残すなら残すで今のままでは破綻しそうな現状をどのように変えていくのか決めてほしいというような意見がありました。私が推測するに岸田総理はこういうことを知らないんじゃないかな、あるいは教えてもらっても理解できてないんじゃないかなって思うことね。ウイルスは変異する、変異しないウイルスっていうのをちょっと珍しいですよ、そんなのは。大概は変異が進むにつれ毒性は低下し感染力は増加する。これはですね、ウイルスの生き残り戦略にもかかっておりまして、まあ、感染したらすぐにその人パタって活動停止してしまうようでは広がれないんだな、ウイルス的にも。それよか弱く、まあだるくなるぐらいの症状でその人は元気にあちこち行ってもらって、ガンガン広めてもらった方がウイルス的にはですね、マクロ的に生存が拡大するっちゅうの、生存規模が増えるっちゅうの、ですね、ウイルスは大体このような特性を持ってるんですけど、まあ例外はありますよ、狂犬病とかエボラとかね、そういうのもありますけれども、コロナもその特徴を踏襲している。つまりコロナもですね、毒性は低く感染力は高くっていう方向に向かっている。なので今後の変異でいきなり強毒化する、すっごい毒になるっていう可能性はほぼない。東京医師会の初期の見解はもともとですね5類レベル相当だった、初期は5類じゃねえこんなのっていうのが東京医師会の見解だった。11月と12月の2ヶ月間都内死亡者数は10名、例年の風邪やインフルの方がよっぽど多いです。餅の方が凶悪のような気がしますけどね。餅で毎年日本中だと1000人以上亡くなってるって話ですから、コロナ以前のインフルエンザの死亡者数は年間約1万人、つまり1ヶ月800人程度、日本中では亡くなっておったと。インフルでですね、東京は日本の人口の10分の1いますから、まあ月に80人程度インフルエンザで亡くなっていたのに、コロナでは2ヶ月で10名と、まあ現在はですね、対策でインフルも激減しておりまして、インフルエンザでの死亡者数が減ったせいで、おかげであれなんですよね、トータルの死亡者数減ってんですよね、実はね、2021年ね。まあ初期から言われていたことだけど、厚労省にはなんか2類にしときたい理由がなんかあんじゃないかな。なもんで総理にも今言ったような事実を教えないんでしょうね、多分ね。まあ聞かれたらいやいや答えるぐらいで、率先して言ったりはしないんでしょうね、多分ね。その何かですが、私の推測ですけど、2類ということで使える予算が増える。忙しいっつって人員増やさないとっつってですね、厚労省の
規模を拡大できる、天下り先の関連団体を作れる、これはあの検査のキットを検査する団体みたいな、ここで認定出したキットじゃないとダメですよみたいな、そういうことをやるんじゃないか、あるいはすでにやっている、変更して責任取りたくない、まあこれが一番大きいあの原因だと思いますけどね、誰でもですね現状維持したいっていう気持ちは誰でもどの組織でも強いんですよ、全く強い、などさあどれでしょう、まあ弱りつつあるですね手負いのモンスターを大勢で取り囲んで、騒いでるっていう情景、もう大丈夫そう倒せそうなのに誰ががやんだろうつって誰も手を出さないっていう光景が私には浮かぶんですけどね、この岸田総理のおっかなびっくりおっかなびっくりおっかなびっくりのビビり体質、でね、まあ個人芸を嫌った徳川家康のせいかもしんねえなこれな、260年徳川幕府がありまして、その個性はまあ事なかれ現状維持、平穏無事か確実、まあ、慎重すぎる勇者なんていうアニメもありましたけどもね、これね個人芸を嫌ったっていうのはですね城内にちょっと気が狂った人が出てしまいまして、真剣振り回して廊下をなんか通り魔的に歩っていったと、そこにですね武芸の達者な、一人の侍、まあ、家臣ですね、スタスタスタって言ってですね、パパパンと刀落として取り押さえて手早くやってしまった、でそれ聞いた徳川家康はなぜか激怒、なんでか、徳川家たるもの大勢で取り囲んでさすまたや槍で十分な用意をして、確実に、仕留める、そんな個人で突っ走っちゃダメだろうつって怒ったらしいんですよ、慎重すぎる徳川家康、これの江戸時代が非常に長かったもんで、日本人の考えとか文化とか思考に影響を及ぼしてんじゃないのかななんてちょっと思いますけどね、倒せそうなんだけど大勢で取り囲んで誰も手を出さないっていうですね、まあ、誰も五類にしない決断できない、まあ岸田総理決断から一番ほど遠いような顔してますけどね、未だに戸籍謄本を公開してない蓮舫歓喜、河野太郎自民党広報部長59歳、人口減少の日本で国籍を持っている人がいるのに二重国籍はダメですというのもおかしなことだと思いますし、私は二重国籍をしっかり認めていくと言ってしまう、日本で日本国籍を持っている人がいるのに二重国籍はダメですというのはおかしなことだ、私は二重国籍しっかり認めていくって、まあ、推進派ですか、推進しよう、二重でもいいじゃないか、今日本国帝国は、二重国籍認めておりません、日本か外国かどっちかにしろよっていう方針なんですけど、まあ、これを崩していくっていう、決意表明でしょうか、なんかね自民党の旗の、しょっちゃって、まるで自分の言葉が自民党の総意だみたいな顔して言っちゃってますけど、ネットの反応です、ダメに決まってんだろ、本性出したらカエルの子はカエルか、隠さなくなってきたな、こいつが総理になることだけは絶対に阻止しなければ、太郎に総理の目はもうない、こいつはもうダメだ、売国だと知れ渡ってしまった、外国人が日本をやりたい放題にするだろうが保守層はもう絶対こいつを支持しないだろう、中国に会社持ってんだよ親父と一緒に、まあ、日本端子って会社なんですけどね、マスコミの異常な効能しで察したがな、こいつが総理にならなくてつくづくよかったなと思う、国籍法っていう法律ありまして、それの規定によればですね、まあ、現状低国籍を含む国籍を複数持つ者は、20歳から22歳の間に
どの国籍を選ぶか選択しろ。帝国籍選択ならば帝国政府に、外国を選ぶんだったらその外国政府に外国国籍喪失届を提出しなければならない。アメリカ、小野田紀美参院議員はアメリカと日本の、国籍持ってましたけれども、外国籍国喪失届を日本政府に出したんでしょうね。この前の外国籍はアメリカと。選ばなかった国の国籍は喪失しましたと届けると。ただし提出しなくても罰則はない。なんでだ。なんでだ。これ外国人、外国を選んだ、つまり日本国籍を捨て去ったやつは罰せられないっていうことなんですかね。よくわかんないっすけど、全然。一応罰則つけといたらいいんじゃねえのかな。したら日本人ですっていうような顔してるやつ、で国籍まだ持ってます、隠してましたってやつ罰せられるんじゃん。帝国は二重国籍を認めていない。外国籍を選択帰化した時点で帝国籍は喪失する。1979年の法改正までは二重国籍は外国人として扱われた。これでいいじゃんね。二重国籍はちょっとあやふやな存在なんだから外国人で、いう扱いでいいんじゃないか。なんで法改正しちゃったのかな。2008年時点で国内の二重国籍者は推定約58万人。結構いますね。結構いない？ 58 万人。私の長らく住んでたいわき市32万人ですけど、豊島区2つぐらいの人口ですけど、政治家の二重国籍を認めていた例、これ世界です。シュワルツネッカーサンフランシスコ州知事、アメリカとオーストリア国籍を持っていた。テッド・クルーズ上院議員、アメリカとカナダの国籍を持っていた。ボリス・ジョンソン首相のロンドン市長時代はイギリスとアメリカの国籍を持っていた。首相になる前にこれ放棄したそうなんですけど、アメリカ国籍ね。アンヌ・イダルコパリ市長はフランスとスペインの国籍を持っていた。デイビッド・マカリスター、ニーダーザクセン州首相、ドイツですね。ドイツとイギリスの国籍を持っていた。政治家の二重国籍を認めていない国、日本、中国、オーストラリア、台湾、フィリピン、インドネシア、などなどであります。こうしてみるとですね、帝国の規定は、厳しい方ですけれども、黄金のリンゴの木がある庭は、塀を高くしなければならない。っていう、言葉知っておりますでしょうか。私が作ったんですけど、帝国はいい国なんで狙われやすいから兵は高くしておかないといけないんだっていう話ですね。22歳までにどこを選択したか明らかにしなくて、よくて罰則なしておかしいよな、ありえねえな。1984年国籍法改正でですね、どこの誰がどういう意図でもってそういうことにしちゃったのか、知りたいですね。誰の言葉か忘れましたけど、フェンスが作られた理由を知らないうちはそれを決して撤去してはならない。でこれ何でもそうですね。なんか変なのあんな、これ何のためにあんだろうな、その理由を知らないうちはどけてならないっていうですね。なんか理由があって作られた。太郎、人口が少ないから二重国籍も認めないとおかしいとまで言ってますけどね。政治家ならまずね、少子化を食い止める努力すべきでは。問題の根本を見ようとせずにですね、腹痛の治療せずにですね、痛み止め飲んで済ましてるような感じしますね。政治家だったら根本原因に目を向ける、それなんとかする努力する。それに人口が少ないって断言しちゃってますけど、誰が決めたのか、それは本当に正しいのか。戦争直後の帝国の人口は約8000万人だったんですけどね。でね、8000万人から1億3000万人まで、増えすぎちゃってんのが今是正されてる段階に来てるかもしれないじゃないですか。人口が少ないって断言していいのか。
なのに私の狂気はあなたの神が保証してくれるけれども、あなたの神が正気だというのはどこの誰が保証するんだ、いうですね、ありがたいお言葉ありますね。とにかくまあ、こいつが総理にならなくてよかったな。こんなね、なんでこいつ自民党にいるの、なんなのこいつっていうようなやつがさ、正体むき出してさ、まあ岸田総理が一番の功績はこいつの総理を阻止したことかもしれないですね。あとは万事無難で全然物足りないですけどね。根本的な知識も欠如してるし、まあ次に太郎が総理に名乗りを上げたら全力で阻止しましょうね。我々が私も率先してやります、ね、我々ならできます確信ということで、まあ武蔵野市の変な条例阻止して自信持っていいと思います。我々は、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。